シンデレラはアメリカ合衆国出身のロックバンド。同東海岸のハードロックやグラムメタルの分野で活躍したグループの一つ。デビューアルバムは全米だけで300万枚以上のセールスを記録した。1982年、リーダーのトム・キーファーとエリック・ブリッティンガムの二人を中心に結成され、さらにマイケル・スメリックとトニー・デストラが加入した。1985年、 ペンシルベニアのエンパイアーロッククラブでジョン・ボン・ジョビに見出される。その後、マイケルとト,トニーはブリトニー・フォックスに加入するためバンドを離れ、ギタリストに日系アメリカ人のジェフ・ラバーをドラムにジムドルネックを迎えた。このメンバーで典型的 LA メタルサウンドとブルース要素を接置したファーストアルバムナイト・ソングズをレコーディングした。 この時点のトムはコーネントのスタイルとはほぼ別人のようなハイトーンボイスを多用しており、楽曲も AC、DC のようなストレートなロックンロール的なものが多かった。レコーディング終了後間もなくドラマーのジムが脱退し、ロンドンのドラマーであるフレッド・コーリーが加入した。やがてアルバムは1986年8月にリリースされ、全米3位、トリプルプラチナムを獲得した。 このアルバムのツアーでは、ボンジョビのスリペリー・ウェンウェットツアー、および、ラウドニスのライトニング・ストライクスツアーの前座として、プレイした。前作よりも、ブルージーさの強まった、セカンドアルバムの、ロングコールド・ウィンターが1988年に、リリースされ、14ヶ月にわたる254箇所でのツアーを行った。またこの期間中、ソ連時代のモスクワで、 モスクワミュージックピースフェスティバルにも出演し、オジオズボーン、スコーピオンズ、ボンジョビラと共演したことで話題になった。1990年にサードアルバム、ハートブレイクステーションがリリースされ、トムの趣味が強く反映されたより、ブルージーなサウンドに仕上がった。このアルバムのツアーを最後にフレッドは脱退し、元ラットのボーカリストだったスティーブン・パーシーのバンドアーケードに加入した。また、 キーファーは、この頃から喉に不調を訴え始め、手術を何度か経験している。1994年、前作よりもさらにブルージーさを追求した、フォース、スティルクライミングを発表するも翌年活動停止。1996年に再始動し、翌年から全米をツアーを開始。また、ベスト版である、ワンス・ア Upon A を、1999年には、ライブアルバム、 ライブアットザキークラブの2枚のアルバムをリリースしたが、自作の曲を書いている間にレコード会社との契約を切られてしまった。その後彼らは2000年及び2002年に再びツアーを行っている。エリック・ブリッティンガムとジェフ・ラバーは、エリックの妻のバンドである、ネイキッド・ベガーズで活動を行った。フレッドも数多くのバンドに参加しており、トムはソロ活動中である。2005年、 マーキュリーレコーズはコンピレーションアルバムロックドワイヤードブルースドザグレイテストヒッツをリリースした2006年夏までポイズンと共に彼らのファーストアルバムリリース20周年を記念したツアーを開催このツアーは2006年の全米音楽工業の中でも比較的成功を収め一夜あたり約2万人のオーディエンスが集結したメンバー間に相違があり 2014年頃から活動停止状態になる。後年トム・キーファーは再始動の計画はないと否定している。2021年7月14日、中心メンバーの一人だったギタリストのジェフ・ラバー、及びキーボード担当だったゲイリー・コルベットが同日に死去。トム・キーファーの絞り出すようなボーカルスタイルは、ジャニス・ジョプリンに強く影響されており、実際に、 ジャニスのムーブオーバーをカバーしてもいる。また、上記のように、トムはブルースに傾倒していたことでも知られており、ロングコールドウィンター以降の作品は、ハードロックでありながら、ブルージーな感覚を醸し出した作風となっている。2014年時点サポート、ありがとうございます。